はい、どうも。もう今年も終わりですね。仕事納めはね、皆さんいつですか？僕はね、30ですね。はあ、はい、そんな感じで、ザ・ラジオ18回目です。まずは、前回の動画にコメント書いていただいてありがとうございました。そのコメントではですね、僕が前回パドルトンの感想を言ったんですけども、それに関してあのパドルトンは何でもほとんどアドリブらしいということをね、書いてくれて、そうなんだねあ、そう、あれほとんどアドリブなんだっていうので、いやいや、これはなかなかいい情報聞けてすごいね、あれ、あ、そうなんだって感じですよ。でね、僕がそのパドルトン表の中でネブラスカっていう映画についてちょっと言ったんだけど、いや、ネブラスカもね、間違いないんだけど、ただね、俺の頭の中にあったネブラスカは、ネブラスカじゃないのよ。その、俺の頭の中で思い描いてた映画のことは、サイドウェイっていう映画のことを俺間違ってネブラスカって言っちゃったんだよね。あのね、ネブラスカと同じ監督のアレクサンダー・ペインが作った、おじさん二人がワインを飲みに行くロードムービーなんだけど、それとね、間違えた。いや、どっちもね、面白いし、どっちもアレクサンダー・ペインだから、別に全然いいのよ。全然いいんだけど、そう、頭の中に思い描いてたのは、サイドウェイでしたという話でした。それとね、映画を見てほしいということにリクエストもあって、イントゥ・ザ・ストームを見てほしいと。あ、なんかね、聞いたことありますよ。うん、その、台風に襲われるっていう映画で。でも僕もね、見たことなかったんで、まあ、何もリクエストもなければ、見たいかなと思います。それからですね、他にはコメントで、24は日本中がもう見てないかもってね、うん、そんなことないぞそんなことないぞ、うん、来年の4月までやるんだからね、うん、なんもう全然まだ見てる人いっぱいいるから、うん、俺だって見てるしね、24ジャパン。先週あたりはあれだよ、家族3人あったんだよ、ちゃんと、うん、それぐらいしか覚えてないけど唐沢寿明あたりはね、すごい安心してたよ、うん、まあ最終回がね、終わったあたりでちょっと総括的なことはやろうかな、うん、気持ちが残ってたら、うん、まあ一応流れとしては見てるよって感じですね。はい、それから前にね、リクエストで刀剣乱舞を見てほしいというね、そんなコメントがあって、一応見ましたよ。それでは刀剣乱舞の感想です。まあ、刀剣乱舞についてはね、まあ各自で調べてほしいんだけど、まあ刀剣を擬人化したゲームを映画化したって、そんな感じですよで今回の映画は、まあその歴史を変えようとする悪いやつらが出てきたから、それを止めようと擬人化した刀剣たちが戦国時代に飛ぶっていう、そういうお話ですね。でまず最初始まって、まあ、本能寺の変がね始まるんだけど、そこでのねアクションとか、まあ、映像とかが、いや、なかなかすごい頑張ってんだと、もうなんかすごい偉そうだけどやっぱ僕の中でのね比較対象は戦国バサラですから、うん、今回ね、その戦国バサラにも出てた岩永洋昭さんも出てれば、主題歌も TM レボリューションでもあるんで、まあ、戦国バサラ感をね絶対思い出しちゃうんだけど、その戦国バサラに比べると、いやいや、アクション演出美術その辺ね、めちゃめちゃ頑張ってましたよ、うん、すごい良かったですよね。アクションとか特にやっぱりその役者たちがねすぐ動ける人たちばかりなので、なかなか見応えのあるアクションでね、アクションは良かったですよね。で、まあ、中盤あたりで、まあ、ちょっとしたこう一呼吸的な感じでね、それぞれの会話劇で話が進んでいくんだけど、これがね、まあなんだろうね、もうちょっとやっぱりその 2.5 次元俳優たちの演技と監督の力量っていうのもあって、なんかね、会話劇っていう風に見えないんだよね。なんかそれ自分の言いたいことだけ言ってく人たちって感じ、その一言一言を決めにかかってんのよ。だからなんかこう演技アンサンブルってものがねあんま感じられなくて、うん、なんか俳優たちはそのキャラクターを演じるっていうところを重要視しすぎちゃってるところが、もうちょっとねその演技のそのアンサンブルを見せてほしかったかなっていうので、うん、舞台、元は舞台とかさそういうところから来てるわけだから、もうちょっとね映画に変えてほしかったなって思います、そういうとこ。そして後半ではですね、まあもう圧倒的に乗れない部分が一つありまして、
それは織田信長に対する扱いがあまりにもひどすぎるんですよ。このほぼほぼ主人公の三日月先生がですね、まあ、彼の言ってることを要約すると、信長はお前は歴史上で絶対死ぬんだから、その運命を受け入れてさっさと自害しろっていう、これはねちょっとねやっぱ見てて、いやそうかもしれないけど、なんかねひどくないお前っていう、行きたいとか言ってる信長に対して、お前そういうこと言うのすげえかっこ悪いけどとか言ってくんのよ。何なのお前っていう、なんかほんとちょっと 人じゃないけどそう、もっと刀剣なんだけど、ちょっとあんまちょ常識的に、いやいくらねそういう死ぬ運命だとしても、お前に言われて死ぬのって、いやなんか受け入れられないなってなんかねそのいろいろあってさ、その生きようとするんだけども、でも結局最終的に信長がここで俺が死ぬ運命なんだって、ね、決めて、ね、自害するならいいけど、やっぱどう考えてもね三日月先生に促されてお前はここで死ぬべきだからってね、あれちょっとないなって、なんかヒーローものとしてね、なんかいやなんか俺お前嫌いなんだけどっていうので、ちょっとね三日月先生はねなんか好きじゃなかったなーっていうので、なんかそのアクションとか演出とかそういう面ではねすごい頑張ってるなと思ったけど、ちょっとね歴史上で死ぬんだからお前は死んどけよって、潔く死んどけよみたいな、いやそんなこと言うやつ俺嫌いだわっていうので、まあちょっと内容に関しては思うところはありました。それでは最初のトークテーマこちら、映画鬼滅の刃が千と千尋の神隠しを抜いて歴代興行収入1位に輝く。アニメ映画劇場版鬼滅の刃無限列車編が公開1週目で興行収入324億円を突破し、千と千尋の神隠しの316億円を抜いて歴代興行収入1位になりました。すごいね。正直ねもう100億をね突破したあたりでもうそのスピードが速すぎるから、まあ抜くだろうななんて思ってましたけども、まあ年内に年抜けてよかったねこのね勢いはね止まらないだろうね、だって来年とかね、その別にまだまだコロナが終わってないわけだし、その映画のその新作とかそのライバルみたいなものはないんだから、だから下手したら夏でもまだやってる可能性があるからね。そしたらほんと400億でも全然いきそうな雰囲気があるからね。もう本当なんだろうな、やっぱ鬼滅の刃っていうのは本当に運が良すぎた作品って感じかもしれないね。まずもう本当公開したさ時からもうフェアじゃないじゃん。もうその一日中さ何十回も上映してたりとかしてるわけだからもう最初の段階で全然フェアじゃないなっていうところで、まずこの段階ですごい運がいいわけじゃん。もうライバルもいないわけだし、でしかも内容的にもなんつうのこうヒーローものというかさ、まあこうコロナでちょっとねみんな気がめいってるところにちょっとこう明るくなれる、快活なヒーローものっていうのはまあちょうど良かったわけでしょ。だからそういう意味でもね、ほんといろんな運が混ざり合ってそれでこうやって、大ヒットにつながったわけだからすごいねいやでもね、俺はこれで本当にジブリが、1位の座をね、奪われたっていうこと自体、俺これ本当良かったと思うよ。正直ね、ジブリの作品自体はね、別に面白いなと思う作品もあるけど、ただジブリっていうブランドに対しては、正直いつまで、王様ぶってんだってところあるから、正直もう、ちょっと老害に感じてるところはあるからさ、いつまでテレビもね、毎年のように毎回やるから、いつまでやってんだって思ってたから、そういう意味でもね、ほんとジブリのブランドが落ちてくれて、そういう意味で俺ちょっと良かったかなと思うね。はい、そんな感じで続いてのトークテーマこちら。今年の総括。さあ、もう本当に興味ないかもしれませんが、ね、僕が今年やってきたことをちょっと総括しようかなと。でね、1月あたりの、まあ最初の方の動画とかを見ると、ああ俺はテラスハウスとかにめっちゃ建てたなって
テラスハウス東京編、テラスハウスハワイ編、相乗りとかの感想がね多くて、そうね、そこら辺でね、やっぱりちょっと、まあ再生回数もね取れてたからね、まあちょっと頼りすぎてたなっていう嫌いはねどうしてもあったね。相乗りなんかはね、あの公開した時はそんな再生回数伸びてないなと思ったけど、今見たらね、まあ、やっぱりテレビ放送とかもあったのかな、それで結構ちょっと伸びたなっていう印象ですね。でそっから、まあ、ちょいちょい映画とか、海外ドラマについての感想はねいつも通りやってて、3月ぐらいかからか、そのコロナが一旦っていうか、もうコロナのせいで映画館とかが劇場閉鎖されちゃって、やることないっていうことでさあどうしようって感じの時だね、この頃は。いやまあずっとね、まあ方向性はねいつだって模索してるけど、この頃は結構何したらいいんだろうって感じで、まあ、ドラマ、おすすめドラマを紹介するとか、映画を紹介するとかもやってたね。5月に、テラスハウスをやめたんですよね。この頃は再生回数すごい、この頃でそれで一旦ちょっとやめて、再開して、あの韓国ドラマを始めたんですよね。あの愛の不時着名シーンランキングが再生回数7万回超えてんだ。今年作った動画の中で多分一番再生されてんじゃないかな、この動画。正直この動画に関してはサムネがね一番俺的にはねよくできたなっていう。もうサムネはね本当に毎回どういうサムネを作ったらいいか分かんなくて、そんな中でもねこの愛の不時着名シーンランキングのサムネはね一番気に入ってる。でもそっからドラマとかアニメとか、アニメ映画ねとかやって、そうスカイリムのちょっと実況動画みたいなものをねやったんだけど、それが再生回数全然伸びなくて諦めましたね。ちょっとやっぱりなんかな、あんまり頑張って作ったのにな、あんまり伸びないからやめました。でも韓国ドラマとかが中心かな、この頃は。映画とかもやるけど、韓国映画とかも見始めたね、この頃。ディバインフューリーとかね、悪人伝とか見てたな、この頃は。で、10月ぐらいから、日本のね、地上波でやってるドラマもちょいちょい見始めたんですよね。そう、この辺からですね、再生回数の方はちょっと回復してきたんですよ。そう。再生回数の方はね、まあ落ち込んでったんですけど、この辺からね、ちょいちょい、良くなってったなっていうので、そう、日本のドラマかって感じでね、やっぱ増えたよね。そんな感じですよね。やっぱこの流れを見ると、やっぱり日本のドラマもうちょっとちゃんとやった方がいいかなって思い始めるな。再生回数的にはね、日本のドラマと日本の映画、アニメ映画とかの方がやっぱ伸びるかな。そうなってくると、なんかバランスがね、ほんとよくやりたいんだよね。その再生回数が伸びそうな作品と、あとほんと自分が好きな作品とっていう、このね、これをねバランスよくやりたいなと思ってんだけど、なかなかね、なかなか安定しないからね、再生回数に関してはね。だからまあしょうがないね、ほんとに。まあそんな感じですね。まあこの流れを見るとやはり、そう、日本のドラマがね多いんで、来年ちょっと日本のドラマ多めにやっていこうかな。そんな感じです。まあ映画ドラマ、韓国ドラマ、海外ドラマもね全然コンスタントにやっていこうかなって思ってるんで。そう、今年の3月とか4月ぐらいパソコン買ったしね。そう、そのこと言うの焦ったわ。だから一応ね、そう、動画のクオリティは上がってんのかな。わかんないけど、まあマシンの性能はね上がってるんで、まあそういう意味でも、まあ頑張ってやっていきたいと思います。さあ、それでは今回の動画はこれで以上です。さあ、また来年もねよろしくお願いします。来年もね、できたら見てください。来年こそね、たくさん見てほしいよね。目指せチャンネル登録者数1万。いかないか、全然まだ俺5000にも届いてないからね。はい、そんな感じです。じゃあまた来年、良いお年を。
それじゃあさよなら。